はいどうも皆さんこんばんは、箱丸ゆうすけです。今回はどっから始まるんだ。ロッテ戦からか。現在3位ですね。絶対的な信頼っていう2つなんだってるわ。恥ずかしい。10勝7敗で絶対的信頼だってアホくさ。ちょっと変化球練習だけしとくか。スローカー。もう変化球22になればだいぶ楽な気もしてくる。有原中方が月間 MVP すげえな。こういうね、手動練習もちゃんとしとかないとね、マーク上がりましたね。ふざけろ。せっかくマーク下がって活躍できるかなって喜んでた俺の気持ちを返せ。俺の順調を返せ、クソが。試合前にアホみたいに練習するんだね。あー、ミスったー。なりきりじゃないけど。さあ、やりましょう。お待たせいたしました。ルーキーの。まずは1回の表バッターは幕張の伊達荻野。これさ、俺最近気づいた話なんだけどさ、難易度ノーマルだったんだよね。追い込んでいます。投げました。難易度ノーマルでこんだけ打ち込まれてるって恥ずかしいなっていう感じなんだけどさ、やべえ、手が震えるんじゃ。打ちました。ボールはライナーで左中間へ。これはヒットになります。まずいまずい。ちょっと待って、腕まくります。意味はないけど。先制のランナーが出ました。第9、荻野走った。ストライクになった。ああ無理無理、俺の球速で刺すのがまず無理だから。もう1番に塁に出られたらもう諦めるしかないよ。開き直って、この際開き直って、内角低め見送ってストライク。よいしょ。まずは決めてきました。投球は3球目投げた。 OK 打った。中島ボールを取る。1塁送球アウト。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。いやさ、日ハムがさ守備のチームだからあれなんだけどさ、第3球を投げた。外角低め。本当に無援護だよね。それに関しては痛いほど楽天戦で楽天編で実感してるんだけど、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の福田。投げました。 OK 決まった。ストライク。第3球を投げました。ストレートはボール。インコース低め。スライダー投げました。見逃し三振。右バッターボックスは6番中村。第9初球はストライク。まずは入れてきました。外角低めいっぱい。ストライク。投げました。打ちました。惜しい。ファール。第4球を投げた。打った。流し打ち。中田掴んだ。中田そのままベースを踏んでアウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスには岡。投げた。インコース低めいっぱい。ストライク。重そうなストレート。OK。セカンド左横。完璧。一塁へ送る。こういう試合を毎試合やりたいという願望だけを唱えていく。3回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは藤岡。投げた。OK。打った。レフト落下点。これは平凡なレフトフライ。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスはキューバ柿沼。投げた。ストレートはもう落ちるな。投げた。見送ってコントロールがゴミ。第3球を投げました。決まった。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。打った。じゃないな。切れていきます。ファール。第5球投げました。オッケー。スローカーブ。見逃し三振。バッターは幕張の伊達荻野。第9よいしょ。投げました。ストレート見送ってストライク。重そうなストレート。変化球ストライク。アウトローへ。インハイで三振。投げました。あれダメか。レフト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。ゆうすけ三者凡退に抑えています。3回の表が終わって奪三振数だけは1位なんだな。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは初球から打ってった。レフトフライ。飛距離は出ていません。掴みました。
いやでも割といけそうだな。まあ俺は2巡目から打たれるっていう、ほら2巡目プラスあと2回あたりから打たれ始めんで、1回から3回までは調子良かったりするけど2巡目からはマジでよく捉えられること多い。やった、自分で守備調整しないでいいって楽、超楽。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入る。いやーそこはダメ。バッターは指名打者福田。早くスタミナ上がってくんねえかな。投げました。オッケー。これはファースト正面、中田取った。中田自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには中村。最初のバッターボックスは内野。なんだこれ、ロッテが弱いだけか、それとも俺が上手くなった。どっち、高めいっぱい、見逃した。マークは元に戻ってたはずだぞ。ナイスピッチング。第9、まっすぐ見送ってストライク。よいしょ。投げた。アウトローを見送ってストライク。よいしょ。OK。打ちました。セカンド左へのゴロ。渡辺、ボールを取る。アウト。スリーアウト。俺めっちゃ調子いいぞ今日。ただ味方の調子が悪いぞ。トップバッターは藤岡。6回まで無援護とかあるそんなこと。第3球。これさ、たまにならまだしもさ。よくある話だから困るんだよね。投げた、内角低め、シュートは外れてボール。投げた。今日たまたま無援護なんじゃなくていつも無援護だから、はい、オッケー。当たり少ない、アウト。これで2アウト、ランナー。いやでも割と調子問題あるかもしれない。巨人編やってた時のさ、吉典もそうなんだけどさ、あいつ結局調子に左右されるから腹立つんだよ。あの調子極端の緑能力消す方法ねえのって思うくらいクソなのよ。あ、2点入った、ラッキー。お前らなんかには負けねえよって中田さんが言ってました。アハン。うちの4番の中田さんがロッテごときには負けないって言ってました。中田さんが言ってたんです、僕が言ったんじゃないです。第3球を投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。ここも外国人集団怖すぎんだよ。投げました。オッケー。外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低め。マイク上がりたてだからこんなに楽なのかな。投げた、打ちました。ワンチャンさっこの前マークが下がったイベントで2個一気にマークが下がったっていう可能性もあるんだよ、ね、それで今回やっと1個上がったみたいな可能性はワンチャン。ナイス、ビアヌエバ。これでワンアウト、ランナーはありません。ヌエさんさすが。中村、今日はファーストゴロと三振。ヌエって言うと多分みんな高校の見送ってストライク。あの子が、ね、第3球を。あはん。投げた、打ちました。ナイス。中田ダイレクトでボールを掴んでアウト。あ、うちの中田さんはやっぱ負けないって言ってるよろってことには。投げた、初回のアンダだってまぐれだったんだって言ってるよ、うちの中田さんは。一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは藤岡、マリーンズ。ここで一つ形を作りたい。あはん。あっと引っ掛けた。おい中田さん、ナイス。え、中田さんもあの守備の人になるか。打撃捨てよう、俺と一緒に打撃を捨てよう。投げた、ストライク。守備の人中田翔。投球はこれから3球目。シュートはボール。ポジションは外野でお願いします。ストレート、ファーストですらねえじゃねえ。オギノ、ファイターズ。ここは何としても抑えたい場面。よいしょ。2球目ストライク。第3球。中田さんが外野を抑えてるところってあんま見ない。厳しいところ。よいしょ。はい、オッケー。外野行かなかった。ナイス。中田さん。そのままベースに入ってスリーアウト。もう浅村より頼りになる。やった。帰ろ帰ろみんな帰ろ。今日は俺のおごりだ。飲もう。かっこいいわ。やればできる子、箱丸雄介。今シーズン11勝7敗です。ヒュー。あ、クロススローカーブの変化球もちょうど上がってくれた、ありがとう。中田さん飯行こう。いいタイミングで飯誘うやん、この先輩最高か。もう活躍した後の飯は最高だよ。やば、中田さんに飯を奢ってもらってさ、挙句の果てにほとんど中田さんのおかげで勝てたみたいな試合だった。ふう、あー調子下がった。やったぜ。
彼女系ってどうなんだっけ今。水木は年間表彰式だから新人王を取ればいいんだけど、声垣ちゃん知らないんだよな条件を。何で知るんだろうな、ブログかな。ブログだった場合あれだから、パソコンでも買いに行くか。あれあれ買えない、やべえやべえ、嘘やん。あー、まあそういう日もある。そっか、北海道ないのか店。なるほどね、初めて知った。そういうことにしておこう。ショップ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 、あったー、ショッピングモール。ノート PC 買えるね。あと麻雀ゲームとか買っとくか。セリーグのタイトル争いが今、タイトル争いどうなんでしょうね、見てみましょうか。カルコ、パリーグはね入ってると思うんだよね、投手部門は。あー全部入ってなさそう、奪三振だけだな。石川すげえな。石川ってそんないい能力だったっけ。石川、あーでも強いな、強化版の俺みたいな。いや完全劣化版なんですけど私は。あとスライダーとフォークを覚えたいかなって感じ。いくぞー。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ20回戦の模様をお送りしてまいります。イーグルスの先発は左の湯気よいしょ。おーシュッおーシュッ1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターロマンあふれる長距離砲。あーやば、変化量広すぎて逆に扱えないかもしれないスローカーブ。投げました、シュートは空振り。追い込んでから第4球、この変化量えぐいて好調なのもあるけどさ、やっぱ転がすならファーストフォークかな。さあノーアウトで同点のランナーができた。おーバカ、初球打った。やばくない、なんか楽天のさ打撃陣強くない本当に。ショートから三塁送球、右いいバッティングを見せました。マジか、逆転のピンチを迎えます。投げました、1球目ストレート、ロメロ怖いんだよ。第2球、いや初回から失点はまずい。投げました、危ねー。いやそれ完璧に捉えんの、ありえねえ。ロメオとかいう、ロメロか、ロメロとかいう外国人接触的に怪我してほしい。入ってるよショート。なにこれ、なんかさなりきりプレイだとさ守備雑魚なるとかそういうことある。さあ追加点を与えたくない場面でバッターは島内。ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ったアルボー。第4球を投げた、見逃し三振。バッターは6番田中、現在の打率は2割5分2厘。よいしょ、投げた。もうこれ以上は点やれないぞさすがに。うちの打撃陣を考えた上での判断なら確実に点は上げられない。いやーぶねえな、サード投げろサード。サードさせサード。いいバッティングを見せました。ファイターなおもピンチが続きます。スローカーブに送ってストライク、投げた、打ちました。よしオッケー、ファウルグラウンドキャッチしています。あウィーラーがいないだけいいと思うか。初球ストライク、第2球。マジでウィーラー化け物だからな。ボールはセカンドへアウトです。二塁フォースアウト、スリーアウト。今無理してでもファースト投げるかと思って。イーグルスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは内田。もう投げました、3球目ストライク、追い込んで第2球を、はい、OK、 高めボール球打った。1、2塁、いやー間に合う間に合う、1塁送球 OK OK、 どっちが取ったか分かんないけど OK。 バッターはロマンあふれる長距離砲辰巳、現在の打率は2割6分3厘。なんかさ普通なら取れそうなボール取れないこと多くない、なりきりプレーの時って。打った、これは内野へのスライダー。
あ、どこだ。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番茂木、第9球投げました。初球空振り、初球空振りから投げました。これもしかし空振り、少し迷ったか。スローカーブ投げました。あはヒットになります。甘い考えはダメだね。スローカーブで三振取れると思ってたもん。あ、バカだ、バカが走りました。タッチはアウト。お前に三塁打は無理だよって中田さんが言ってました。中田さん、イーグルス。うん、フォアボール、フォアボール、ショートフライ、ホームラン。あ、近藤さんだ、近藤さん。いやさ、中島あたりがちゃんと打ってくれればさ、守ってくれればさ、俺は何の問題もないんだけどさ、やっぱセカンドショートってなんかゴミ多いよな。ゴミ置き場なんだよな、あそこ。ボール回してんじゃねえ、セカンド。に私は吉川さんの悪口なんて言ってません。噛みました。これで2アウト、吉川だ。巨人島内、現在の菊池が FA 出したら速攻クビになる予定の人。見送ってストライク、打ちました。ライナー破った。絶対ね、どっかの球団のセカンドがね、FA 出したらね、投げた。あー、もうダメ、もうダメ、今日やめます。ボールは中継、引退します。田中、今日で私はプロをやめます。ピンチを広げてしまいました。第2球、直球ストライク、アウトローへ。もう追い込んでいます。ケイ、ナイスブラッシュ、空振り三振。ユウスケ、見事なピッチングです。リプレイをご覧ください。これいいな、やっぱフォームだけはかっこいいのよな、水かすのフォームって。4回の裏、3点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは鈴木、最初のバッターボックスはショートゴロに流し打ち。ビアルはダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ストライク、1球目ストライクから投げました。スローカーブ、見送ってストライク、これで追い込みました。10球、空振り三振。ユウスケ、見事なピッチングです。バッターはロマンあふれる長打、打ちました。あっと引っ掛けた、ファール。アウトコース低め、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。スローカーブ、やっぱストレートの後のスライダーってか、スローカーブか、スローカーブは効くんよな。だから本来ならストレートシュートで2ストライク取った上でスローカーブを投げて三振を取りたいんだけど、三振取れるほど今のレベルが甘くないから。マークが今2個上がってる状態のはずだから、ノーマルの最高までは上がってるはずなの。マーク自体ストライク、追い込んでいます。投げました、シュート、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。よいしょ、バッターは4番挟んで打ちました。キャッチャー落下点に入りました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ユース6回の裏、4点を追いかけます。イーグルスの攻撃、トップバッターは島内、投げた。ボール、第3球を投げた。3球目ストレート、投げた。インコース低めいっぱい、見逃し三振。防御率下げよう、防御率投げた。もう 0.01 でもいい。第2球、防御率を下げる。空振り、タイミング合いません。俺はオリンピックで生まれ変わったんだ、カードを掴みました。そう信じている。これで2アウト、ランナーありません。でもオリンピックから調子上げてるのはいいことだし、今日は後半戦なわけだから、よいオールスターと、なんだ、7回の裏、オールスターとあれで得た経験をしっかりと生かしていきたいんですけどね。まあそうそう甘くないですよね。だからもう1球目ストレートっていう山を張られてるんだろうな。ただ7回終われば変えてくれるでしょ、多分。やっぱスローカーブ使いづれ。次は6球目、だから俺ナックルカーブに変えちゃうんだよな、いつもスローカーブ。第7球を、あはん、結局フォアボール、フォアボール。さあここは守りどころです。第9、守りどころさんならフォアボール出た時点で変えてくれませんかね。ほら、そういうポテンヒットがヒットになる球団なのよ、西武は。西武じゃないや、いや西武もなるかもしれないけど、西武の悪口やめろ。第2球、入ってます。
はい、1点。はい、ナイスヒット。ライトバックホーム。イーグルス、点差を4点に縮めました。ふう、はい、交代交代。早く帰ろ。俺の勝利投手なくなった上にさよなら負けです。はい、7失点。バカ畜生じゃねえか。やってられっか。まあ敗戦投手ついてないだけいいとしますか。あー、防御率 2.26 まで上がっちゃった。あー、でも褒めてくれてる。いや、褒めてくれてない。ファンが150人も去ってった。4位転落ですって。うるせえな、ファンの評価なんか気にしてられるほど甘い世界じゃないんだよ。3日間休暇か。そしたら変化球練習決めとこうかな。これ俺全然覚えてないんだけどさ、どこで見んだっけ。プレー記録か。練習ってどんなもんなんだろうか。これかな。練習が、あーでもバランスよくやってんのか。電話ばっかしてんな。奥井にしか電話かけてねえの、バレるわ。チーム役割、こんなもんあんだ。これ初めて見たな俺。期待の若手、目指せ金メダル。期待の若手、不動のスタメン、絶対的な信頼。いや、おかしいな。15日前も絶対的な信頼あったんだけどな。15日前じゃないな、これいつだ、わかんねえ。どういう付き方してんのかわかんないけど。あー、すげえな。やば、不調時のあれ悪すぎでしょ、成績。あー、抜けよう抜けよう。休め休め、もう寝ろ。休めばいいかな。あはん、なりきり。お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武。加藤加藤、もう連戦はダメ。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは源田。打ちました。お前さあ、もう初球ストレートがバレてる。じゃあ初球スライダーでいきます。スライダーなんか持ってねえよクソが。サード取って一塁送球。やんのかこの野郎。この先進みました。ファイターズ先制のピンチを迎え、俺はお前が WBC に来なかったこと未だに忘れてねえからな。ファイターズここで引っ張りに、あいつの成績の問題なんだよ。投げました。あぶねえ、嫌いもん。ここは引っ張りに警戒します。投げました。インハイ際どい球、ボール。投げました。見送ってファーボール。森と村上の強いところってさ、確かあいつら2人とも、てかまあ、あの村上はそうなんだけど、2人ともさあれ持ってないんだよ。1球目ストレート空振り。第2球投げました。2球目ストライク。あれはこれで追い込みました。空振り三振。あれだよ、あれって言っとけば伝わるだろ。三振、三振を両方とも持ってないんだ。だから強いんだよ村上と森は。だって村上に関してはなんなら粘り打ち持ってるからね。だから強いのよ村上は。あいつはもうあの本当に
先頭バッターはスパンジェンバー。ヤクルト出てっちゃうかもしれないけど絶対有名になる選手だ。渡辺バックしていった宇宙間へのヒット。あらもう 5,6 年後にスターって呼ばれてる選手だ。走んな。これは楽々セーフ、盗塁を許します。スパンジェンバーク腹立つわ。バントした、サードボールを取る、アウト、ランナー三塁に進みました。ファイターズ今の取ったところで俺だったらセーフだった。1球目空振りから投げた、またも空振り、これで追い込みました。投げた、見送ってボール。第4球をシュート、投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。アウトロー、アウトロー際どい球、ボール、インハイ投げました、危ない球。第4球アウトロー投げました、低めのボール取って、これで3アウトチェンジ。コンじゃない、そのコンが怖いからやめてって。まあまあ結果的に点は取られてないからよしとする。1番からの攻撃、左バッターボックスはトップバッターの源田、現在の打率は2割7分となり、今日2度目のバッターボックス、メーン5、ストレート空振り。第4球をグッバイ源田、投げました、そうだね。第5球、大体 WBC って源田が、あ、惜しいね。一塁セーフ、いい守備、セーフセーフ、投げた、顔の前通過だね。走んない源田さん、一塁へ牽制球を送ります。絶対走んない。第2球投げた、完全に外れた、ボール、ストレートはボール。第4球を投げた、あーっとシュフライになった、ダイビングキャッチ、あーさすが、送りバント失敗。ほっ、これでバントランナーは一塁変わりません。リプレイをご覧ください。ほっ、かっこいい。で万が一のためにキャッチャーに渡しておくっていう。バッターは指名打者森、最初のバッター。なんで今度走んだよ。盗塁を許します。スッと走ったら、ファイターズここで引っ張り、じゃあ外崎の時に走れよ。3球目ストライク、ワンボールツーストライク、警戒されてるの察したから。打球はセンターへ、センター前、警戒すんのよ源田さんは、足速いから。もうセカンドにいると思ったら、ホームにいると、ホームじゃない、同点の場面、いやいや、もうヒット1本出たらホームいると思ってない。スイングアウト、さあ次の投球、打ちました、アルボー、投球はこれから3球目、ボール、投げた、ケイ、アウトコース低めいっぱい、ただこれ打たれすぎだな、5回まで持たない。低めいっぱいに決まった。第2球スローカーブ、ボール、第3球を投げた、内角低めいっぱい、ストライク、投げました、打ちました、ファール。さあこれは打てまい、よし、高めいっぱい、いいぞ球審、持ってやれ。ゲームは中盤4回に入ります。この回の1試合3失点ペースはまずい。球投げました、シュート見送ってストレート。そう、ああいう感じでさ、綺麗にシュートが入ればさ、3球でちゃんと仕留められるんだけどさ。バッターは7番岡田、投げました、ストレート、重そうなストレート、投げました、はい、5点ヒット、センター前進、ナイスですね。岡田、いい、許さねえわ。バッターは8番金子、現在の打率は2割。ただ外崎源田以外で走るやつっていない気がするんだよな、西武。投げた、いるんかな、タイミング合いません。俺相手だったら走れるんじゃねって高くくって走るやつとかいるんかな。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。あれ、ロジンパック触れない、まあいいや。第9球投げた、直球ストライク、インローへ、重そうなストレート、打った、アルボー。第3球を投げた、あはん、危ない球、投球、ゴミストレート、流し打ち、どうだ、ライト前のヒットになります。本当にゴミ、どこ見てんだお前。ナイスバッティ、今日2本のヒットを放っている源田、ファイターズ1打同点のピンチを迎えています。ボール、第3球見送ってストライク、次は4球目、投げた、インロー際どい球、ボール、あーやばい、危ない球。さあ6球目、ランナー一斉にスタート、オッケー、足打ち、危ねー、アウト、3アウトチェンジ。さあリプレイ、今失投だったらフォアボールだったわ。ライオンズ、この回は上位打線から始まります。トップバッターはオッケーオッケー、初球を打ちました、ヘイヘイヘイ、中田パス、一塁送球、中田パス、記録はヒット、記録はヒットです。第9球、内野安打になってしまった、俺のカバーが遅いばっかりに。インコース低めいっぱい、ストライク、今セカンドが取ってファーストが追い込んでいます、ついててくれるかなって思ったんだけど、普通にファーストが取った。5球目、三振、あー怪我した、今怪我した、大丈夫。バッターは4番山川、嫉妬方だな、2打席連続三振、なんかびっくりマークだけ見えたから、タイミング合いません。第2球投げました、危ない球、
第3球を投げました。やべースタミナなくなってきた。第4球を投げました。まずい。あーでも大丈夫。これは引っ掛けたサード右横のフライになりました。掴みました。いやーこれ俺勝利投手の権限持ったまま降りたぞちゃんと。ファイター見事勝利です。でも満足していい結果ではないねこれは。本当に良くない。あ、勝利投手じゃねえわしかも5回投げ切ってないからか。やべえ、すまそすまそ。対左投手弱いな本当に。つか早えよ即番。もうマジック5になったわ。多分優勝マジックだよなこの場、この感じだと。てかもう9月か。そっか、さあ2020年はそう試合数少ないんだよね。 WBC あるからさ。さ、球速？ん？俺には今何が足りないんだ？そうですね、すべてが足りませんね。コントロール練習30回で低め丸かな確か。あたりが取れるはずだからその辺取りたいんだけど。あ、優勝した。スッと優勝した。川岸で船でも釣るか。船の活性が良くない。じゃあ遅めですね。めっちゃ逃がすやんこいつ。坊主でしたね結局。今日さマジでさ猫がテンション高いんだけど、どうすればいい俺は。チーム3連敗、4位から上がれません。どうしましょう。さあまずいぞまずいぞとなってくるわけなんですが、まあ別にいいや別にこれに負けたら球団がなくなるわけでもねえしな。いやー気楽にやれるわ。一ハム選んでよかった。メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対これに負けたら球団が負けるわけでもねえし、24回戦の模様をお送りしてまいります。球団初の日本一がかかってる試合でもねえし、右の今井完璧やん。対するファイターズの先発はやばルーキーのユースケ。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。プロとしては最低なんだけどさ。なんかね、俺一つ分かったことがある。俺は源田さんにかもられている。そう確信しているんだ。そんな恥ずかしいこと確信してんじゃねえ。ユースケ見事なピッチングです。右バッターボックスは2番どの先、この先くーん直球ストライク、インハイへとどめだ。入ってるでしょ。次が4球目。いくらもらったんだ球審ね。ありがとうございます。くそこれはヒットになります。やべえやべえよ。一気に二塁へ。この先に打たれるのはまずいよ。ファイターズ先制のピンチを迎えます。バッターは DH の森。あれってさ守備の時ってさ走っててもさスタミナ減ったりとかしないんかな。打ちました。第3球を投げた。外角低めボール。さすがにそこまではないんかな。見逃し三振。あのミンテリ、ミンテリじゃねえ、テニプリのさテニスのゲームなんかさ、あれ無駄に動き回るとさスタミナガン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 減ってくんだけどさ、あのシステムやめてほしいわ。サクノちゃんただでさえスタミナ少ないのにさ、ちょっと左右動くだけでさあのどん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 ゴミになってくからさ。2回の裏1点を追いかけます。ライオンズの攻撃バッター菊池の男クリア。オッケイヘイヘイパス、ナイス。やればできるやん栗山。俺の総力も強化してくれっつうね。現在の打率は2割2分8厘。初球ファールから投げました。打てない走れない少しだけ守れる。投げました完璧。変化球
FA 使うとしたらヤクルトあたりに行きたいな。1回でどんだけ打たれてるの。2回だ。投げました。打った取りました。その昔バッファローズに金子千尋というやつがいてだな。なんともすごい投手だったんだ。金子千尋。なんかパッと名前出てきたけど、チームが合ってるかすらわからない。第4球を投げた。ケイ。高めいっぱい。見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。はい。初球から打ってたセカンドゴロ正面。これで2アウト、ランナーありません。源田さんは抑えよう。しこの先は現在の打率は2割3分6厘。今日2度目のバッターボックス。この先は本当にどうでもいい。軽く追い込んでまいりました。ケイ打ちました。あれ渡辺ボールを取る一塁送球。あれ俺の左をボールが抜けてった。ユウスケこの回きっちりと3人で抑えています。わーホームラン数争い。1対0です。てかやばいんだよな本当に。山川ってさ、普通にホームランのさ歴代記録塗り替えるようなキャラだからさ、60何本とか平気で打つんよな。あいつ頭悪いから。あのリアル大谷くんみたいな。パワープロでの山川ヒットよりお前ホームランの方が多いだろうってくらいのさあれなのよね。ケイン低めいっぱい見逃し三振。投げました。一球目ストレート空振り。重そうなストレート。なんでそれが打てるんですかね。もうちょっと声枯れてるんだから今。スパンジェンパーク第1打席無理させないで。三振に倒れています。低め外角ストライク。第3球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった。ん、ここでいいの。スリーアウトチェンジ。スッと止まったけどそこでよかったの本当に。5回の裏、1点を追いかけます。ライオンズの攻撃。先頭バッターは岡田。ストレッ失点できないっていうプレッシャーが俺を襲う。打ちました。ケイン、ナイスキャッチ。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番、金子。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。いやいや、金子にホームランは無理だって。無茶言うな、応援見逃す。応援無茶言うな。ユースケ、見事なピッチングです。バッターは9番。ホームランどころかバットにすら当てさせねえよ。第2球投げました。もう第3球を投げました。ストライク。次が4球目。日ハムのエースは誰か教えてやるぜ。ファール。次は5球目。そうです、有原さんです。私ではありません。さあ6球目、有原さんです。投げた。あはん、ナイスキャッチ。ビアヌエバ、ヌエさんさすが。やば、一塁三塁超頼りになる。セカンドショートはもう死んでほしい。ポテンヒット取る練習やろうよ、あいつら2人。これで追い込みました。こういうのとかだってさ、ファールにならないからさ、フェアになるじゃん。はあ、まあ、今のは俺の打たせ方が悪かった。そういうことにしよう。打ちました。くたばれ。第2球投げた。変化球ストライク。アウトローへ。1球外した。もう1塁牽制。走んねえか。第4球は2番との先はさ、まあ、分からなくはないんだけどさ、クソ、この先にバントをさせるっていう考えがよくわからない。パープロの AI の話だからあれだけど、すごい後ろで運動会が起きる。うちの子たち永遠とシャトルランしてるの多いね。1球外してボール。よいしょ。投げました。シュート見逃し。俺は山川をかもる。左バッターボックスは5番クリア。ただ他のやつに弱えんだよな、これ本当に。左投手に弱すぎない？俺ライオンズようやく1点を返しました。バッターは6番スパンジェンパーク。今日は三振とピッチャーフライ。投げました。スローカーボーインローへ。第3球を打ちました。なんなら変えてくれて。ああ、ヌエさんさすが。それが取れるのはさすが。リプレイをご覧ください。詰まったあたりを簡単に取るのはさすがよ。もう今のショットに取らせてたら送球間に合わなくてセーフになってたっていうロースリーを勝ってます。先頭バッター絶対そういうとこまで行くから。うちの内野手はそうだ。1、3塁以外は頼りにしちゃいけない。
殿崎と源田さんがうちに来たら最高なんだけどな。あの2人まだ FA 権持ってないから。やん、ヌエさん肩いい。そのシンクロやめろ。俺が無駄にカバー入ってるからだけど、そのシンクロやめろ。あとあの野球のさ鉄板のあれが分かんないからさ、俺サードが取る場合って普通サードにカバー行くのが当たり前なんだろうけど、サード行かねえしな。はい、オッケー。インコース低め、見逃し三振。ユースケ、まだ投げさせんの。源田さんにヒット打たれて終わるよ。いやー、中田さんさすが。難しい勝負も簡単に取る。いけ、セカンド。投げろ。やる気あんのか。これはないぞ。待って、これ下手したら9回まで投げさせられる。やめて、虐待やめて、クソ監督。この先ヒットにしとけばよかったかな。9回の裏最終回に山川にホームランを打たれるフラグまで立ってるからな。今3三振だって、お前恥ずかしいな。これで4三振だぞ。俺の取った11個の三振のうち4つ空いてたから。さめっちゃヒットを打たれてるけど失点だけはしてねえわ。やったわ。あー、今行きます、今行きます。中田さん、取った場所が悪かったな。現在の打率は2割5分。今日4度目のバッターボックス。あ、やべ、打ちました。いい当たり、ヒット。ボールが点々と転がっている。ボールは中継。あー、スパンチェンパークならセーフだわ。バックホーム、間に合うかどうか。ライオンズ点差を2点に縮めました。で、この後俺の代わりに出たやつがホームラン打たれて負けるってところまでが完璧なシナリオだったんだけどな。さて、今日のヒーローは勝利。いやー、2失点か。なんだ打たれた俺。さすがに2桁は打たれてないやろ。危な。8安打で2点しか取れないチームと8安打で4点取るチームの差ですね、これがね。防御率悪いままだな、本当に。でもこれでもハイクオリティスタートだから、まあ、気負いすぎなんだろうな、俺自身が。お、調子絶好調。来た、俺の時代が来ましたよ、皆さん。褒めて褒めて。フリーの日は奥井くんと練習だな。奥井くんを使えるようにしたい、とりあえず。でももう日ハムレベルだったら、うん、試合することなく好調に落ちたね。日ハムレベルだったら全然スタメンでもいいくらいの成績には、成績っていうか能力にはなってないの、なってないな。てかこの奥井くんあれだ、初期能力がゴミだ。多分固定じゃないんだよね、奥井くんの初期能力ってね。ちょっと軽く比較を出しておくわ。今ちょうど1年目で2021の方でやってるやつあるから、多分ねランダムなんじゃないかな、ある程度奥井くんの能力って。練習が3回できるね。球速練習。俺はいつか140キロ投げる投手になるんだ。球速練習とかもしとくと球速安定とか覚えるんだっけな。球速練習だけして、で移動して、で当日の午前中に寝て、はい試合。